中国外相が地域の統一性強調、インドとの国境紛争で。北京5日、ロイター。中国の外交トップ、王毅共産党政治局員兼外相は5日、チベット自治区南部の臨死市で開かれたフォーラムで、インドとの間で激化しているヒマラヤ山脈東部の国境紛争に関し、両国は互いに尊重、信用し合い、共に地域の統一を保って主権と領土保全を相互に尊重する必要がある、などと述べた。臨死市はインドのアルナーチャル・プラディス州境から約160キロの距離にある。中国は今年、同州がチベット南部の一部とする地図を発表し、インドを怒らせた。インド外務省はロイターのコメント要請に即座に応じなかった。中国とインドは2020年の国境衝突の後、関係が冷え込んでいる。フォーラムは18年にヒマラヤ山脈周辺の国などが参加して始まり、3回目の今年はネパールやパキスタン、アフガニスタン、モンゴルなどの政府関係者が出席したものの、インドは18、19年同様に欠席した。チベットをめぐっては、米政府が8月にチベット族の子どもたちを寄宿学校へ入校させて強制同化させる取り組みに関与したとされる中国当局者にビザ、査証発給制限措置を課し、中国側がそうした行為を強く否定。王氏はこれについて、一部の西側勢力がチベット問題でこしらえた嘘は擁護できず、イデオロギーに基づくもので、やがて事実が明るみに出るだろうと述べた。両国は互いに尊重、慎重し合い、主権と領土保全を相互に尊重する必要があると主張するなら、なぜインドの領土が中国領になっている地図を作るんですか？その地図をインドは尊重すべきだとでも言ってるんですか？すべての緊張、紛争の元凶は中国であることは周知の事実。チベットやウイグルを侵略して植民地化し、香港の自由と民主主義を奪い、尖閣に領海侵犯し、台湾を併合しかねないような威嚇を続けている。他国の主権、領土を尊重してこなかったのは中国だろう。両国は互いに尊重、慎重し合い、共に地域の統一を保って主権と領土保全を相互に尊重する必要がある。インドだけじゃなく、南シナ海周辺国や台湾、日本、ロシアと係争を続ける中国が、前述の言葉を発すること自体が、中国の言うことは絶対だから命令を聞けという話。漢あるいは民の時代を凌駕することを理想に領土をくれってことらしい。全くもっておこがましい。これだから中国と国境を接する国々は、中国に対し連帯して安全保障を構築しなくてはならない。中国は中華思想の実現のため、自分を中心にした世界を作る気でいる。備えはしっかりしておきたいが、宏池会出身の首相では。それに沖縄県知事は、是非に排除したい。あれはスパイだろうか。中国の沿岸警備隊、フィリピン船を妨害。BBC 記者が目撃。中国海警局沿岸警備隊の船が南シナ海でフィリピンの供給船を妨害している実態をフィリピン当局の船に乗っていた BBC 記者が4日目撃した。妨害行為は4日、フィリピンの沿岸警備隊の船2隻と小型の商業船2隻が南シナ海沖のセカンドトーマス礁に向かう際に起きた。BBC 記者は沿岸警備隊の船に同船していた。4隻は航海中、中国海警局と書かれている商船の5倍の大きさのある船と出会った。双方は数時間対峙した。フィリピンは海洋資源が豊富なセカンドトーマス賞、かっこタガログ語ではアユンギン賞、中国語では人外賞の領有を主張するため、戦艦シエラマドレを座礁させ、毎月供給作業を行っている。一方、中国政府は南シナ海のほぼ全域の領有権を主張。セカンドトーマス礁を含むスプラトリー諸島、かっこ中国名南沙諸島についてもフィリピンと対立している。
両国の緊張は先月、中国がこの海域に浮遊式の障害物を設置し、フィリピンがそれを排除したことでさらに高まっている。今回の退治は3日間にわたる供給作業の2日目に起きた。台風と季節風のため海は荒れ模様だった。明け方を少し過ぎた頃、フィリピン側の船は中国海警局の船と中国の印が書かれた民兵の青い船2隻と出会った。フィリピンの沿岸警備隊はこの時、約1ヶ月分の供給物資を乗せた商業船2隻を伴っていた。両国の船が向き合うと、中国船は無線を使いフィリピン側に退去を求めた。フィリピン船がこれを拒否すると、中国船は箱型に整列してフィリピン船を妨害した。フィリピンの商業船2隻はサイズが小さかったため、この封鎖をくぐり抜けた。しかし、フィリピン沿岸警備隊の2隻の船は通過するには大きすぎ、一時は中国船と数メートルの距離まで接近した。あまりに接近したため、乗組員たちは互いの写真を撮り合った。フィリピン軍機も上空を飛んでいた。フィリピン沿岸警備隊の船は、物資が届けられ、2隻の商業船が無事に帰路に着いたことを確認し、日没とともに引き返した。5日には、4隻すべてが首都マニラの北の港に戻った。中国船はフィリピン船に危険なほど接近して航行しただけでなく、フィリピン船を追い払うために放水したり、レーザーを照射したりしていると非難されている。フィリピン政府はまた、中国が係争中の海域で沿岸警備隊のパトロールを強化するため、民兵の船を派遣していると主張している。オランダ・ハーグの常設仲裁裁判所は2016年、中国が領有を主張している南シナ海の海域について、国際法上の根拠はないと明確な判断を示した。だが中国はこの判断を認めていない。フィリピンでは昨年就任したフェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領がアメリカと安全保障をめぐって関係を回復。今年には米軍のフィリピン軍基地へのアクセスを拡大した。中国の海警局は今回の補給作戦を非難し、フィリピン人が南沙諸島に許可なく入ったと述べた。国連の改革、もしくは新たな国際機関の設立を望みます。現在 EU ですら一枚板ではなくなっており、NATO 内部でもウクライナ支援で意見が分かれています。日本政府も武力を盾に周辺国に圧力をかけている国と国際協力などありえないと思います。米中首脳会談、11月に米で調整、1年ぶり台湾情勢など協議。ワシントン共同。米紙ワシントンポスト電子版は5日、米政府がバイデン大統領と中国の習近平国家主席の首脳会談を11月に西部サンフランシスコで実施する方向で本格調整を始めたと報じた。米中首脳の直接会談は昨年11月にインドネシア・バリ島で開いて以来となる。多くの分野で米中対立が先鋭化する中、関係安定化を目指す。サンフランシスコで11月15日から17日に開かれる APEC 首脳会議に合わせた米中首脳会談を目指している。同氏は実現する可能性は相当高いとする米政府関係者の発言を伝えた。バイデン氏は習氏との会談で、台湾情勢など米中の利害が激しく対立する安全保障分野について協議。不測の事態を防止するため、軍同士を含めた意思疎通を維持することの重要性を訴える。ウクライナ侵攻をめぐるロシアと北朝鮮の軍事協力の動きも議題とし、釘を刺したい考えだ。バイデン氏は、香港民主化運動や少数民族ウイグル族抑圧など、中国の人権状況への懸念を伝える方針。気候変動や食料安全保障など利害が重なる分野では連携を模索する。予定通り、ずっとこのためにアメリカ側は国務長官から始まり財務長官、
気候変動特使、商務長官と次々に訪中させてきました。ただ、米中間の溝は大きく、立場の違いを確認するガス抜きの機会になるとみられます。ただ、中国の強硬な現状変更の動きをとどめさせるには、ガス抜きは重要。ワシントンポスト紙によると、米政府関係者らは、中国の王毅外相が今後数週間以内にワシントンを訪れた後、米中首脳会談の計画は固まるだろうと述べたという。先日も ASEAN の外交官と会って話したが、グローバルサウス、南半球を中心とする新興・途上国の国々は、覇権争いを激化させている米中対立に巻き込まれたくないと思っている。世界二大経済大国の米中の最高指導者が対面トップ外交の重要性を認識し、米中関係を正常な軌道に戻してほしいものだ。台湾問題を筆頭に米中対立がさらに激化すれば、財政難の日本もますます防衛費増額を迫られる事態になりかねない。米中の交渉で日本に有利な影響はないでしょう。安全保障上は影響がありますが、それは米中だけでは完全ではないし、それよりも日中の対話ができていないことが岸田政権の情けないところ。中国の政治家にいいように言われ放題。少しは高官同士で正面から話ができないのだろうか。国際会議のようなものでは本音は全く出てこない。